お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちら高回転ウォールブレイカーね、やっていきたいなと思います。というわけで、1コス4枚入りのね、ウォールブレイカーというわけでやっていくんですけど、この前ですね、1コス4枚入った枯渇デッキをね、紹介したんですけども、結構評判が良かったんですよ。まあ、なので、ちょっと1コス4枚シリーズ的なね、的な感じのやつをやっていこうかなと思います。なんで、今後こう、ホグにしたりだとか、まあ、なんかバルーンにしたりとか、エリーババとかね、ちょっといろいろね、こう、主軸を変えつつ、けど1コス4枚は固定してね、ちょっといろんなデッキちょっとやっていこうかなと思います。というわけで、今日、ウォールブレイカー型でね、やっていきたいなと、いうわけでやっていきます。あ、間違えた、危ない。マルチはさすがにヤンキーなんですよ。マジで。ワンチャンヤンキーなんですけど、このデッキね、グラッチャで8勝目まではいけましたね。まあ、8勝目までしかいけなかったんですけども、12勝なんかいけそうじゃねとか調子乗ってたんですけど、ラバーを引けるとほぼ格ぐらいで勝てますね。まあ、ラバルでもラバホリでもなんですけど、ハンターがめっちゃいいんですよ。回転が、まあ、早いんで、あ、エリボブ来た。こう、4コス、ハンター出して1コス4枚出したら、回るんですよね。ハンターが、よいしょ。なので、よいしょ。積極的に、お、これワンチャン近起動する。ちょっと待って、殴れ！ああ、お前なんで立ち止まってんねん。何しとんねん。タワーの目の前で立ち止まったよ。これ殴っていいのかなって。よくない今のあいつ。優秀すぎるでしょ、さすがに。まあまあまあ。そう、ハンター出して1コス4枚でハンターが回るので、普通のデッキだと、ユニット出して、まあ、1枚出したらまた次、そのユニットみたいな。まあ、そんな感じですよね。そう。というわけで、まあ、回転範囲でね、もう無限にウォールブレイカーが回ってきたら攻めて、で、まあ、なんかあとは他もハンターとなんか適当に気合で防衛していくみたいな。いや、バルーンだけはマジでダメでしょ。いや、でも、回転範囲だと、このアイスピのエイムがね、僕悪いですね。よいしょ。いや、ワンチャン、ワンチャン。うわー、いいフリーズ。いや、さすがにそれはいいフリーズですね。まあでも、2発で止まる。よし。で、まあ、なんならこれ逆祭ですね。このハンターを無視するだけで、多分折れるので、相手はそう無視できない。オッケーオッケーオッケー。で、スケルトンなんですけど、これめっちゃ大事ですね。スケって、もう防衛専用カードみたいな。まあ、あとなんか飾りみたいな感じじゃないですか。けど、ディガーと合わせることによって、まあ、攻めカードにもなるんですよ。まあ、なので、今みたいな、こう、まあ、ウォールブレイカーの攻めと、もう一つの攻めとしては、ディガープラススケ。あとはこうハンターの残り物に、ディガーをつけるとかも全然あるんですけど、結構大事ですね。ディガープラススケ。で、まあ、ヒースピは、まあ、ハンターに基本的に当ててあげるみたいな感じですね。これあんまなんか使いたくなかったな。よいしょ。まあ、なんですけど、いや、めっちゃいい。やなめ。まあまあまあ、やなめ咲いたな。一丁で、たまにこのウォールブレイカーの後ろにヒースピつけると、なんかエレキとか、まあなんかベビドラとか来ても、回復して、ゴリ押しで、ボールブレイカーの自陣に突っ込む。俺は突っ込みたいんやって感じで、たまにね、自殺しに行くんで、意外といいですね、意外と。よいしょ。さあ、というわけで、ハンター鬼回したけどさ、フリーズ来たら意味ないっていう。あ、オッケー。フリーズ来るけど、その前に壊すっていうね。いやー、あっち。よし。さあ、いや、マジでハンター、鬼強いですよ。まあ、今、ロイジェイとかにも入ってますし。ハンターだけで全部守る勢いですね。本当にハンターをだから、しっかり延命すれば、よいしょ、何にでも勝てちゃう。おいおいおい、ゴー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 というわけで、まあ、回転早いんで、次のカードがちょっと早く欲しくなっちゃいますね。出した瞬間に。よいしょ、さあ。というわけで、ワンチャンこれ折れそうだな。これもう守る必要ないですね。タワーが見えねえ。さあ、ブッパブッパブッパ、もう一発からの勝つん。グッドゲームですね。オッケー。てなわけで、そう。なので、まあ、ほんとバルーン系ですね。今回相手はまあバルーンだったので、結構余裕で勝てたんですけど。だからラバとかバルーンしてると、マジでね、アホみたいに強いです。まあ、何がきついって言われたら、まあ、何でもきついんですけど。まあ、マスケとかかな、単純に。なんかハンターなのでマスケがきついのと、まあ、あとは、まあ、物量デッキですかね。なんか量が多いデッキだと、親衛隊とか、なんかババコアとかだと、なんかハンターしかないので、なんか1コス4枚とかで回すと、その4枚が全部無駄になっちゃうみたいな感じですね。なんでこう、なんか毎回攻めたらこう対応してくれて、それを回収してみたいなリズムでできると、すごいなんか戦いやすいですね。なんですけど、なんかね、すごい、こうゴリ押しデッキとかも怖いですね。いや、アイスピ優秀か？やば、1コスだけで今800ダメか？あれ、ウォルベーカーのダメ忘れたな。
わ、ジャイラクネか。これ結構やばいですね。ヒースピ大事になってきますね。エレスピとヒースピ。さあ、エレスピで第一段階。で、これディガクル。で、なんならアイスピも使ってあげて、コウモリをね。うい。あ、ハンター、ハンター、後ろ向け。後ろ向け。いえ、さあ、で、まあ、オールブレイカーで、これ、ワンチャン、ギャング、いらっしゃい。ああ、まあ、読みは当たってますね。当たってるけど、外れてるみたいな。まあ、そんな感じです。さあ、いや、これちょっとめんどいですね。まあ、でも、ヒースピとね、エレスピあれば。うわー、やべえ。それちょっとやばいですね。あ、これ、ウッドで耐えます。ウッドと、スケがいいなぁ。まあ、スケないんで、ヒースピまでちょっと使っちゃおうかな。で、エレスピで。よいしょ。さあさあさあ、まあ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 、耐えた。ジャイダクネディガーですね。ファイボかで、今回なんですけど、ケツジャイに対して、ハンターを合わせた方がいいですね。そしたら、ファイボ打たれても2周のハンターが回るんですよ。まあ、秒でもあるんで。まあ、そんな感じですね。ハンターを多く出すイメージでやっていけば、オッケーオッケー、ここですね。で、ハンター出して、2周目のハンターを回すイメージですね、僕としては。よいしょ。さあ、で、ここでちょっとディガーとか飛ばしてね。攻めつつ。いや、なんならギャングに待ってる。いや、めっちゃいい。おい。さあさあさあ。で、守りつつ、いいペースですね。相手もちょっと立ち回りを学んできた説はある。で、ガゴ系なので、このスピスピ系を飛ばしてあげるだけで、いや、いい、ぶっ壊す。いや、いい。で、まあ、ディガーを拾うのは、やっぱディガーの役割みたいなのがありますからね。しっかりディガーを拾ってあげて、いや、拾う、あ、いい。あ、これ勝ったっすね。さては、余裕ですね。なんか一回大ダメージ受けたのは、多分、ケツジャイに対してハンターを合わせずに攻めたんですよ、僕が。まあ、それが多分良くなかった説ありますね。多分なんですけど。さあ。でも全部警戒して、よいしょ。で、ザップか。ファイボもあるな。はい。はい、ナイス、ナイス、ナイス、ゴイス。はい。というわけで、これも相性良さそうですね。まあ、ダクネがね、まあ、ジャイダクネとかだったらそこまで怖くないかもですね。なんならこう、ホバとかだったらもう絶望ですけど、まあなんか、ケツハンターからの2体ハンターホバリングに当てるとか、まあ、そんな感じですね。マジで、気合ですね。まあ、一回使ってみてほしいですね。なんか、こう、いろんなネタデッキたまにあげますけど、なんか、その中でも上位に入る強さを持ってる気がしますね。って前も言ってたな。前も言ってたんですけど、いや、マジで多分そんな感じがしますね。さあ、いや、ナイトだな。いや、ナイトの時点で結構萎えるんですけどね、正直。なんか、スケラっぽい顔してるじゃないですか。よいしょ。さあ、ウォールブレイカーも無限ですね。なんなら、タルババなくてもいいですね、ウォールブレイカーは。あ、ここ、遅延スケラですね。さあ、ヒースピこれ出したら、ボムターンに行きそうだな、多分。で、さあ、アイウィズ。さあ、で、いや、ハンターのこの位置マジで強いんですよ。で、これ、ディガー裏にして、オールブレイクやったら、相手取るねやろうって思うんですけど、あ、できないんですよね。よしよしよし。いいね。ドゥドゥン、ドゥドゥン、ドゥドゥンですね。いや、オッケーオッケーオッケー。LSP がね、スケラークにもちょっと優秀なんで、タイミングね、ええ感じにタイミング出せば。で、ここでハンター使ったらダメですね。いや、ウッド使えばよかったな。あ、当たんねえのか、お前。ボケ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 。まあ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 。で、いや、この残ったスケでかいっすよ。これ無視できないですからね。まあ、ボム。ウォールブレイカー飛ばしてもボムがいるんで、飛ばさないと。いや、ここの防衛ですね。マジで。なんか欲しいな。他にミットマジで欲しくなるっすね。よし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 。いや、できるだけ、ユニットになかったら使わないようにしてね。スケル打たれなかったか。オッケー、1コス。これでも3コスしか使ってないんだ、僕。で、なんならタルババ使ったでしょ。あ、こっちも攻めていいですね。一応取られた時用にね。で、ここでディガーを飛ばすことによって、相手は、ちょっとね、嫌なんですよね。で、ちょっとこっちに来てもらって、ヒースピで回復しつつ、ここはちょっとね、ウッドと、エレスピで、とスケか。いや、いい。で、ディガーを飛ばす。え？余裕じゃね？ちょっと待って。遅延スケラって結構あれですよ。ガッチガチのテンプレだし、有名だし。おい。あ、惜しい。さあ、これ、ヒースピ、スピ大活躍ですよ。僕、3枚投げれますからね。さあ、相手はどのサンスピを、いやいや、そんなこと言ってる場合じゃねえな。これですね。ディガーハンターっすね。で、なんなら、よいしょ。
よいしょ。さあ、LSP？ LSP が活躍の時。いや、全然活躍しない。やばい。やばい。いて。やばいやばい。ちょっとやばい。いや、ちょっとやばいな。大丈夫か？ LSP 飛べ。お前が飛ぶだけで。いやー、飛べよ。まあ、あとは、ウッド2周ですね。で、右サイド多分スクル打ってこないと思うんですけど。うん、そうですね。いや、いい、入った。これウッドで終わりますね。はい、グッドゲーム。いや、でかっ。ちょっと待って。今めっちゃ勝ってるくらいですか？これね、ワンチャン12勝いけるんですよ。そう、ワンチャン12勝いけそうっていう話したかな。話したか覚えてないんですけど、一回グラチャで、何回かこれグラチャでもうやってるんですけど、8勝まではいけたんですよね。8勝までは。なので、いや、結構あるな。これ負けなかったらいけるな。さあ、ユタラプトルさん、よろしくお願いします。恐竜かな？全然わかんない。ごめんなさい。失礼しました、マジで。さあ、マジでスピー適当に投げます。で、ハンターなんで、おい、でかい。ハンターか。ハンターたら、いや、ロイ J かもしれないですね。ロイ J はね、ちょっとだけきついですね。だからロイ J がきついというか、ロイ J の周りのトリトンとか、なんかそういうユニットが嫌ですね、個人的に。さあ、で、ガンガンも攻めます。いやー、トリトンか。やべ、全部止まるな。いや、でかいけど、これですね。もうこれがね、きついんですよね。まあまあまあ、もう頑張るしかないです。本当にこの先頑張るだけですね、マジで。よいしょ、ヒースピン？いや、まあ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 。いや、いい。いや、お前、反応して。いや、しかもなんで？バカ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 。バカ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 。危ね。いやー、で、檻か。ゴーストハンター檻？いや、多分ロイ、ん？ゴースト？メガナイトゴーストハンター檻？いや、わかんないですね。バルーンとかなのかな？ちょっと。これ、ワンチャン防衛ディガーですね。トリトンで引っ張られそう。あ、スケラか。あ、でもこれ、タワーがいい。タワーが普通にスケラ防衛してるから。よし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 。オッケーオッケー。これ耐えれますね。で、耐えたら、いや、助けろ。いや、残ったらできえな。いや、こっちか？いや、悩んだな、今ちょっと。で、ちょっとね、ちょっとうざめのね。いや、いい。いや、いい。ハンター、もう一発。いや、まあまあまあ、ハンターでかいんでね。で、いや、キングギドを理想としてはしたいんですけど、まあ、できるユニットがいないって感じかな。ゴーストがなんかできた気もするんですけど、ちょっとむずいっすね。外から出されると。よしよしよし。いや、このトリトンは一発かな。いや、2入るかな、これって。一発。いや、お前ばっかやりすぎでしょ。さあ、いや、もう苦しくなってきましたね。まあ、でもスケラーなんで、まあ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 、まだ耐えれますね。で、いや、マジで、この、イチコス系がね、暇になっちゃうっすね。よいしょ。さあ。よいしょ。よいしょ。で、デリがやべ。あ、でも、デリじゃない。オリか。でも、置けない説ある。これ、間に合わん。うわ、間に合うか。めっちゃいいタイミングだ。いや、次ですね。次だ、メガナイトがいいのか。これ、ウッドだけ取っていこう。さあ。これ、引っ張られる。ゴールブレイカー。反対でいいの？あ、待って、やばい、逆がやばい。待って。逆がやばい。やばい。待って、なんで、プレイがやばい、プレイが乱れてきた。いや、いい。これ2枚。いや、ワンチャル。いや、間に合うね。で、トリトン。よいしょ。さあ、このね、あいつですよ。あいつがダメなんですよ。おいしょ。やばい、待って。ああ、終わった。もう、まあ、これ多分ね、僕が、完璧なプレイをすればね、いける気がするんですけど、ゴーストのね、逆サイゴーストがね、やられましたね。ディガーで、しっかりゴースト受けて、なんかユニット側にハンターでも持って、相手がスケラ来た瞬間に、ウォールブレイカーね、しっかり飛ばせれば、いけそうでしたね。なんか、後半、1コストがなんかね、ぐだりますね。大変だ、疲れてきた。グッドゲームじゃない、よろしく！さあ、勝っていきたいところではありますね。しっかり1コス1コスをね、無駄にしたらダメなんですよ。1コスといえど、こいつらこう、普通に強いじゃないですか。LSP も、LSP もまあまあ、ISP もスケも、普通にヒースピもよく使われるじゃないですか。でも4体集まったら、なんかネタカードみたいな言われるの、ちょっとかわいそうじゃないですか。なので、よいしょ、ネタじゃねえんだぞっていうのをちょっと見せてやらんといけないですね。よいしょ。さあ、だから陸受けちょっと温存しつつね。よいしょ。まあ、プリンスとかは正直そんな怖くないかもっすね。いっぱいいるんでね。1コスが。さあ、アウトロープリンス枯渇ですね。いや、これ多分ウッドされても入りそうだな。ザップだ。
一発でいけ。で、これ撃っていい気がするな。いや、撃たなくてもいいか。いや、撃っちゃう。ハンターあればバレル完封できるんですよね。多分来ますよ、これ。タイミングが遅すぎず早すぎずですね。よいしょ。あ、裏だからこれできそう。おい。あ、エレスピアウェイな、あれ。エレスピアね、プリンか。お、いいタゲ。あ、お前、バカバカバカ、行って。あ、でも、ザップなんで、これ行っていいよな。攻め撃っとするか悩むけど、まだいいな。一発？あ、ウッドザッパーだ。今回の相手。さあ、ワンチャンこれザップとか怖いですね。読み？いや、ですよね。まあ、そんな気がしましたね。そのためのザップまでありますよね。このプリンス入りのデッキにザップが入るということは、読みザップを私はしたいっていう宣言まであるんですからね。さあ、これ止まんないですよ。さすがにね。おげい、まあ、回転が早いんで。いや、でけえな。これ勝って5勝でしょ？で、ウッドはね、まだ咲かなくていいな。多分待てば、端前プリンとかをしてくれる可能性もあるんでね。あっちにプリンか。これは咲いちゃおう。まあ、楽しなくてもいいんですけど。さあ、ちょっと大変なんですけどね。もう頑張るしか言えないですね、僕は。ただ頑張る。よいしょ。さあ、いや、本当に、頑張るだけ。よいしょーん。で、ザップか。まあ、ウッドもあるね。いてー、まあ、一コスね、投げ放題キャンペーンです。4体いるんでね。どれかが通ればいいな、みたいな。あ、これ待って、ライドラのチェーン、ライドラじゃねえ。こいつのチェーンで、ピピピ、あれちょっと待って、しちゃったさては。変なことしようとして何もうまくいかねえやつだな、俺。さては、これ撃っとっちゃおう。めんどいんでね。楽します。で、ハンターで、よいしょ。これちょっと遅いんで、多分一発、そうっすね、入っちゃうんですけど。でも、なんなら、右はウッドでいける。よいしょ。よいしょ。さあ、ビリ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 で止める。ウッドザップで防衛されるが、さあ、ヒースピーからの、ウラディガーからの、ウォールブレイカーはこっち。よいしょ。さあ。いやー、やっぱ強いんですよね。いや、マジで、無限な可能性がありますね。さあ、グッドゲームという感じでね、ちょっと、まだまだやりたいんですけど、僕としてはね、楽しいですし、強いんで。まあ、ちょっと今日この辺でね、終わりにしとこうかなと思います。というわけで、ちょっとね、まあ、なんか、コメントくれればちょっとね、その主軸、1コス4枚固定でそれもやりたいので、ぜひね、なんか意見あればよろしくお願いします。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。